ということでミミックに変えてきました。本編でできなかったことをお遊び集で徹底的にやる流れきたな。49日目でやってることに突っ込め、そんじゃあ適当に位置についてチーム分けどうなってんだこれ。上層は配属効果をつける目的で置いてる。正義というの、自制で雪、本能慎重で百合というなとか、教育が本能慎重のどっちかなら綺麗な割り振りだったのか。とりあえず本編調律車線でやったようにツールを一旦持たせて、それを別のツールに作用指示って流れをバッとり脱走まで繰り返す。これでツールを使用せず作用だけした判定を残すことができるぞ。これ他アブノマの作用に反応するやつに該当すんのかよ。週末もこれで脱走させようとしてた。逃げた。部屋前に待機してるのでそこで止まってくれるはず。行くぞ行くぞ。ちょっと待って。おい、白夜の世話がかり死んだぞ。北間抑制をなら肩書き次第で耐えれるじゃねえか。触れ幅あるとはいえなかなか罰になってなくて臭い。計算したら指だと黄昏まで耐えるらしい。ワウの壁は越えらんねえのか。これ灯籠指示出すだけで鎮圧できるんじゃね。ミミックが強いわこれ。せっかくなのでナッシング出してみた。死んだログがないってことはわざわざ雇ったな。ちょうど49日目の逆光度計用に欲しかったので。赤向こうだから泥沼の戦いじゃねえか。それではつまらないのでこれを使う。大何もない特攻兵器じゃん。スライムって化学兵器に該当するんかな。ヤブ医者がいるからのんびりこの画面にできないのが辛いが、当倍ならそこまで焦らなくていい。このおまけ集はチャレンジモードに入るのが目標だからな。とりあえず16人のデスで49日を超えなければならない。本編の49日が先に上がることを祈るか。じゃあ後片付けは正義理論値2人よろしく。俺もそうなん。人と錬金ボーナスなしの理論値な。攻撃速度の方が理論値だからさすが早いな。これ本当に当倍か。波の感じと職員の殺人パニックぐらいあるぞ。空想チャンネルコンビ揃ってヒップの湯つけてるが、お揃いがなかなか可愛い。そりゃそう、そんなこと言ってないでさっさと本編の方編集しやがれ。とりあえずエンディング画面出しとくか。